はい、おかえりお疲れこんばんは、マチコでございます。今日も二重ちゃんのお話ですね、二重ログエピソード9ですね、行ってみたいと思います。今回は教えてリマ編ですよね、早速では行ってみましょうか。二重ログエピソード9、教えてリマ編スタート。入りましたよ。二重ログエピソード9、はい、教えて20ですね。うん、行ってみましょう。リマちゃんですよ。さあ、メンバーを表すキーワードを出し合ってチャートを作成していきます。それをもとに一人一人の個人のね何やったっけ、ルール1、自分を表すチャートを一人が一人作成、そしてメンバーが一人表すチャートを作成ね、これ5分以内で作りますということ で、それをお互いお見せ合って、はい、こういう人ですよみたいなことをねやっていくという、やつですけれども、はい、もう心で、もうはえ、うん、8人目ということなのか、ん、え、もうそんなことないな、7人目、せーの、じゃじゃん、ふにゃふにゃ、はい、出ました。はい、これふにゃ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 、うん、ふにゃふにゃ、うん、柔らかいものが好きだから、いや、好きだ、柔らかいものが好きだからですね、はい。そして充電、はい、いつも携帯の充電がない、ああ、もうそういうのね見てるからね、ちゃんとみんなね、で、ぼーっとで、ぼーっとすることが多い、おお、そうですか。そして髪の伸びるスピードが速いから、うん、あ、そうなんや、はい、人おろね、うん、私もどっちかって速い方かな、くねくね、動きがくねくねしているなるほど。効果音をつけて物事を説明する。あ、なるほど。うっかりすることが多い。はい。で、前髪。人生で前髪を作ったことがない。おー。だとしたら前髪の印象はないけどね。うん。あえて書くことないような気がするんですけどね。まあまあ、みんなはね、メンバーのみんなは一体どう思っているのかっていうのが気になるところでございます。行ってみよう。はい、交換音はですね、私が話すときに、その前にね、ご自身からね、交換音をつけて話すことが多くて、うん、どんなんか難しいなんかお話とかを説明してるときに交換音がないと、うん、なんかわからないみたいな、わーんとか、交換音と、まあ、この手のジェスチャー、ジェスチャーね、うん、それも交換音の一部だと思ってます。交換音ではないけどね、それふにゃふにゃ、ジェスチャーはジェスチャー、ふにゃふにゃした食べ物のことを言ってたんですけど、こんにゃくとか、結構柔らかい食べ物が好きで、グミとか、それしかほぼ食べてないので、杏仁豆腐とか、なんかグミとか、うん、麺だったりとか、うん、麺、パスタね、うん、噛みやすい食べ物が、いや、いいね、うどんもいいね、うどんもいいよ、うどんばっかり食べてください、みたいな、あの硬いやつあるじゃないですか、無理無理無理、あれは好きです、うん、好きなんかなんで好きなんか、あとくねくねはですね、くねくね、はい、くねくねする、メンバーに結構言われることが、うん、かわいいな、今日もリマちゃんでも、今の行動って全部ちょっとくねくねしてるよねって言われることがあって、うん、今現在もちょっとくねくねしてる感じなのね、結構なんか、うん、こんな感じ、うん、でもラインが綺麗なのよリマちゃん、それがいいのよ、前髪のキーワード、うん、なんで私にあるのって多分全世界が思った、全世界がね思ったね、うん、確かにね、私前髪人生作ったことあるんですよ、あらのわるだよね、うん、そうなんです、まあ、赤ちゃんの時はあったかもしれない、まあね、伸びてくる過程でね、の時はあったかもしれないんですけど、まあね、うん、前髪をある自分が全然想像できないので、はいはいはい、もはやなんかチャレンジするのが怖いのもあ、そう、ウィークでやってみたいやん、人生いつかはやってみたいな、やってみたい、やってみたい、うん、見てみたい、そこまでやったら見てみたい、でも、うん、まあ、交換音とかは交換音、多分メンバーのみんなも分かってると思うので、交換とかくねくねとかやるんだよ、当たるかなって思うんですけど、うん、この私がいつも携帯に充電がないこととかはまあよくわからないかなって思います、 あったらすごいと思います。うーん、今からみんなで今を表すチャートを完成させたいと思います。はい、メンバーで作っていきましょう、やー、言ってます。さあ、ここから、おっとおっとおっと、言ってもらった、ちゃうやん、ここで見ていかなきゃね。はい、どうぞ、見ていきましょう。まず、上から行く、ラーメンかな？ラーメン。ラーメン。まあ、麺は麺みたいなこと言うたけど、ラーメンか。で、声、うん。あれは何？マーカー引いてますよね。うん、勉強
勉強熱心とかいうことかな。で、その下、あくび、よく、あくびするんでしょうか。ジグゾーパズル、あ、ね、隔離期間中はね、ずっとジグゾーやってたって、パズルやってた、言うてもね、なんかこんなラインストーンみたいなやつでやってました、言ってたな。で、スキンケア、はい、スキンケア上手ね、いろいろやってるんでしょう。で、乳酸菌の、あれですか？乳酸菌フード飲み物とかそういうの、うん、またラーメン出てきたよ。ラーメン、はい。で、麺出てきた。もう、はい。そして、その枕かな、あれ。ブルーの枕。そして、寝坊、あ、お寝坊さんだよね。で、その横は、あれ、お化粧品かな。うん、メイクかな。なんかメイクすんの好きや、言ってたもんね。で、まつげ、こう、ばーなんていうのね。アイメイクかな。うん。で、甘えん坊なんだね。その隣が、あれ、グミちゃうの、その。グミちゃうの？その上もグミちゃうの？なんか、ふにゃふにゃじゃないの？まさに。そして、そういうハーグね。うん。ほんで、またラーメン出てきた。ラーメン3つ。麺入れたり、麺類4つ出てきた、これ。ほんで、その隣が、ラマね。ラマちゃんでした。ということで、みんな、どういうふうにここから決めていくんでしょうか？うん。レッツゴー！違う！一旦ラーメン。麺をこう、一旦麺をこう。乳酸菌？最近やばいよな。どう飲んでる？あの飲料ね。何？ドア。開けっぱなし？絶対閉めへん。はあ、ちょっとクレームコーナーになってきつつあるよな、あやかのあたりから、うん、さあどうなんでしょうね、うん、世界のみんなね、何ですか、そうですか、もう2つだけシークレットになってますね、はい、できました、うん、右だね。リマ分かりやすい。何言われてる。リマ簡単。リマ分かりやすい。あ、わ、ドキドキして。うわ、かわいい。ちょっと、いやー、なんだこのリマちゃん。かわいいぞ。うわこれずっとかわいいやん、これ。いやー、久しぶり。リマちゃん、待ち回り！こう、やば、うおー、待ち回り！すげえな、ちょっと、もうね、リマちゃんのやっぱこういうところね、もう生まれながらに美形、うん、普通にポッとしてる時が可愛い、綺麗な、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃーん、あ、どうした、おっと、どれ言ってますね、うん。あっぽい、あっぽいって。あっぽい、あっぽいね。あっぽい。あっぽい。もう今若い人わかんないよ。あっぽい。ね。ジャンクババラス。なんか怒られてる。怒られてるじゃん。怒られてるじゃん。ドアー言われてもな。うん、確かに。うん、それは本当にわかんなかった。マイクから。閉めんけ。閉めんけって何？閉めてると思う。閉まんし。閉まってそんな、閉まってそんなんてないね。何関西弁やねん、ほんで。そういう時だけ。一番気になるねん。それが気になるねん。誰が言うてんの今の一番気になるねん。一番気になるねん。あ、リクか。リクね。そうか。色がね、黄色やったもんな。それが気になんねん。それが気になんねん。追い打ちです。追い打ち。ミーの追い打ち。それが気になんねん。うん、力がないんだ。力がないんだ。なるほど。これはまあちょっとあの、しっかり締めてもろて、うん、締めてます。しっかり締めてもろて、言ってます、リクがね。まあみんなよくわかってるね、と思うのは。うん、何、どれ乳酸菌。毎日、そうなんですよ。乳酸菌まさかここで出てくるとは。いや、そう見てんねん、みんな。乳酸菌のドリンクの味がすごい好きで、なんかいっぱい飲むと、ヤクルトとか食べたくなっちゃうじゃん。
なんかそこまでいっちゃうのよ、うん、なんか好きすぎて乳酸菌いっぱい飲んじゃう。ヤクルトもそんな1日何本も飲んだあかんって言われるもんな。ヨーグルト、はい、ヨーグルトもいいよね。しかも2日連続、はいはい、いいと思います。それも健康的で、うん、ラマじゃないねんこれ。何？今じゃ一つヒントあげる。ラマやん。マジ人生。なんかリーさんやんそれ。なあ、ニナちゃん。マジ世界なんだよ。マジの口癖。マジ世界なんだよね。世界の世界中にとかって言ってたもんな。でも、うん、さっきもな。人生。私が人生。ひまごって書いたんだけど、うん、あの標準語を忘れていろんな文。いろんな弁、いろんな弁ってなんや、あやか、いろんな弁って。標準語を忘れていろんな弁。弁って。弁あなたもおかしいよ。いろんな弁って。混ざってるなと思った上でもう書いてる。はいはい。そうだよ、ね。なるほどね。これはまあみんなのせいでもある。そうだよ、確かに確かに。いや確かにそれはそうやで、うん、その関西チーム3人おって、ほんでもうまこちゃんなんかえげつないぐらいもうね博多弁きついし、うん、いやそれは違う。みんな知らないと思うけど、みんな一人一人リマと喋ってる時リマ語になってるからね、はい、おっとリマになって早かのびっくりした可愛いこのぐりびっくりした顔可愛い赤嘘でしょ、嘘でしょって、嘘でしょ、嘘でしょ、なってんねんて、うん、なってんねんて、嘘でしょ、おもろすぎる。二人とも同じことも話して、なんだ、本人も気がつかないリマゴンの感染力、強さ、はい。ニナ、ニナもどうした？ニナも結構映りがちやで。ちょっと、うん、なんかこう何つらいって言ってんの、つらいって言ってんのね。マジそれだなって言ってんの。あと、あれ何何何みんな、コント赤信号待たせたんだ。聞いた、うん、人間関係みたいな感じで、もう今だけで一時間リーダーほんまやな、すごいな。アイドル、褒めたって言って。勉強頑張ってます。勉強頑張ってんや。そうか、それやな。やっぱり勉強やったんや。もっと言って。何、何、学校の本当に一日の終わりくらいに、今、今日も頑張ったねってみんなに言ってほしい。出た、出た。何言ってほしいっていう。もう毎日言ってあげる。いや、毎日はもう大変やろ。ありがとう。ということで、これが私の思うやつでーす。やつでーす。はい、来た。どうよ、なんか不思議なもの多いな。多いな。なんか不思議なもの多いな。どうよ、なんか不思議なもの多いな。はい、何これ。なんか不思議なもの多いな。これバッと見て、一瞬でそれを言う。なんか、まあ、ふにゃふにゃ不思議やな。うん、ぼーっともくねくねも不思議やな。うん。うっかり、ほんまやな。はい。さすがです。いい、相変わらず、陸のツッコミね、素早いです。うん。効果音的なの多くない？この学校はぐしゃ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 って何？ん？ふにゃふにゃね。ふにゃふにゃ誰やぐしゃぐしゃ言うたん？うん。ぐしゃぐしゃ。ここ。リオちゃんか。リオちゃん。リオちゃんぐしゃぐしゃだ。なんでぐしゃぐしゃやん？いやぐしゃぐしゃじゃない、ふにゃふにゃね。うん、ふにゃふにゃね。はい。これ解説していきたい。はい、解説お願いします。前髪わかる。前髪？何？前髪を言った理由は私今人生で前髪を。作ったことがないの。だから前髪を入れたの。うん、ああ、ニナ違うこと思ってたよな。え、違う、そうだったのっていう顔してる。逆の意味でね。そういうことね。なるほどね。効果音で最近めっちゃ笑ったのが飛ぶ振り付け多いやん結構。その時ジャンプの？うん。ワッピーワッピー。ワッピーワッピー。これか。これか昨日生配信でなんかみんな言ってたワッピーワッピー。うん。なんなんワッピーってほんまに。ああ残念、昨日見とくんやったな。ジャンプの仕方のテンションと雰囲気と全部を合わせてワッピーワッピーみたいな、うん、だからちゃんとその TPO を考えてワッピーワッピーみたいな、じわんねんけど、じわんねんけど、じわるとかじゃないや、もう完全にウケてるやん、もうツボ入ってもてるやん。でもあくびも一緒やで、うん、あくびもあくび、あ
組するとき、ほーって言ってんの？なあ。ちょっと、まこちゃんのこの、あ、ごめん、だいぶ戻った、ごめん。人生の前髪を作ったことがない。時に、ワッピー、ワッピー。ワッピー、ワッピーなのね。まこちゃん、まこちゃんの先の笑ってる顔すごい好き。ジャンプの仕方のテンションと雰囲気と全部を合わせてワッピーワッピーみたいな。だからちゃんとその TPO を考えて。もうハマってるやん、もうリク。ジュアル、ジュアルじゃないやん。ジュアルねんけど。いや、ジュアルじゃない。もうハマってるって。ドカーンハマってるって。でもあくびも一緒やで。あくびも歌ってんだよ、あなた。あー。このまこちゃんの笑いが好きやわ。まあいいな。まこちゃんにも、うん、待ち割り来たよー。うん、綺麗。もう、あの、楽しそうな顔好き。うん。くねくね。リオちゃんもいいね。くねくね、はい。歩き方とか、ボディーランゲージ。ボディーランゲージ。くねくねって。もう、でもちょっとでもいちいち綺麗やんか、リマちゃん。ボディーランゲージ。ほらもう、うわもうビューティフォービューティフォー今日は何個もあげちゃう。マジマリーリマちゃんのその美しいお顔にマジマリー、うん、今日いっぱいあげるわ。もうニーナハマってます。ニーナハマってます。ボディロンゲージなんかな、おかしいよな、だって、うん、ワッピー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 ハマって、ジャンプ絶対にワッピー。いやもう、もうみんなワッピーワッピーやってもたわ、まあ、やるんやろそれ。もう単独ライブでやるんやろわ、ワッピーワッピー、みんなでワッピーワッピーって、よく分かってんじゃんって思いました、うん、特に乳酸菌。乳酸菌、うん、分かってんじゃん。乳酸菌って上から目線やな、ほんまに。ないな、よく知ってんじゃんみたいな、うん、よく知ってんじゃんみたいな、勉強を褒められてくれたものが、うん、嬉しかった。あー、頑張ってんねやね。リマちゃん、もうほんまに、はい、私からも、はい、パチパチ。うん。よかったよかった。20でした。バイバーイ。ワッピー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 、はい。瞬発力ってやつですよね。さあ、続いては、キリマが究極の二択ゲームに挑戦です。サイコロによって出題されるテーマで決定して答えていきましょう。さあ、ここはちょっと私も、あの、いつも真剣やからね。いますよ。さあ、リマちゃんがサイコロを振りました。私のラッキーナンバー3です。3です。はい。すごい。いくよ。止めないよ、ここから。食べ物。テーマは食べ物。スタート。半熟or固め。半熟。あ、これ自分のこと言ってる。半熟。やばい。あ、リマちゃんやからね。そう。よかった。一緒で。麺の好みは柔らかめ。固めは柔らかめ。状況による。B。柔らかめです。そうやな。ふにゃふにゃ好きや。歌も。プリンの好みは柔らかめ。B。プリンはこう柔らかい方。ああ、よしよしよし。3ポイント。オムライスはふわとろ。しっかり包む。A。ふわとろ。オッケー、4ポイント。うどん。どっち派？うどん。そばでしょ。いや、でもみんな A。ダメですかね、オール。うわ、なし、そんなん。どっち派？紅茶。紅茶。どっちも飲みません。うわ。うわ、どっちだかだけを一生食べる。お肉。野菜。うわ、そうか、まあ、リマちゃんの次はだけ。麺、B。ご飯。ご飯なの？ご飯です。意外。な、ご飯 or 麺ってひどくないですか？いや、麺が好きやと思ってたわ。もう私はご飯やけど。まあまあ一緒でよかったわ、じゃあ。はい。26! エピソード9でした。さあ、いかがだったでしょうか？皆さんはどんな感じだったですか？クイズの方は4ポイントかな、結局ね、リマちゃん、まあ、リマちゃんらしくもあり、ちょっとあの今まで知ってたリマちゃんとはまた違う回答も出たりとかね、ありましたけども、あとはメンバーの中にいてる感じのリマちゃんはね、うん、まあちょっとまあ想像通りというかね、うん、ちょっと一人やっぱちょっとぶっ飛んでるようなとこがありますわね、リマちゃんね、うん、素敵でした。もうなんと言ってもね、あの綺麗かったな、今日もな、うん、あのリマちゃんの持ってる美しさっていうのがね、よく出てた、よかった。
ああ、よかった。うん。これ金曜日のね、8時すぐ見たいところなんだけど、そこはもうちょっとバタバタして見れなかったからね。みんな家族は見てんねんけど、その時は。ほんで見てるやつを私はこう見ないふりしてやってて。で、今日は土曜日のね、朝起きてからこれまあ見てるんですけど、まあでもちゃんと見といたらよかったわ。生配信の時にね、皆さんがワッピーワッピーって何のことやろうと、もうなん、ワッピーワッピーでチャット作る、何のことやろうと思ってたけど、あ、このことやったらね、次回はできたらオンタイムで見てやりたいなとも思いますので、ということで、まあ、今日も楽しい26エピソード9、教えてリマちゃん編でございました。あー、もう楽しみ。でも、あと、ミーヒちゃんとニナちゃんで終わりですか？あと2回？あと休日というか、お家、自宅編があと半分メンバー残ってますよね。それもまあ、どっかでやるんでしょうか。まあ、ちょっと、そうなってくると、まだまだ来年、年明けまで続くのかなということで、楽しみでございます。ということで、今日も26エピソード9を感想というかね、リアクションですね、見たリアクション、やってまいりました。今週の20、さて今週の20のスケジュールです。まずは12月20日月曜日、 TBS 19時から22時57分までカウントダウン TV ライブライブクリスマス4時間スペシャルに出演です。そして12月21日火曜日、 NHK 総合20時43分から20時45分の紅白カラフルメモリーズに出演いたします。そして12月24日金曜日、テレビ朝日17時から23時10分までのミュージックステーションウルトラスーパーライブ2021、こちらの出演も決まっております。さらに毎週金曜日の YouTube 20ログ、こちらはエピソード10の放送です。そして毎週日曜日は日テレ Hulu さんで、放送開始、WE20TV2、 今回は第5話ということになります。そして今週の20ではありませんが、さらには12月31日大晦日、第72回紅白歌合戦が NHK で19時半から23時45分となっております。いずれも20を見逃さないでね。今週の20でした。このように、普段はニジューちゃんのお話、そして、K-POP、TWICE、KEPLER、ENHYPEN などなど、ちょっと気になるアーティストをね、取り上げておりますけれども、あと、全般的にこのサバイバルオーディションなんかで、ね、好きでよくお話しておりますので、よかったらチャンネル登録まだですということで、ぜひともチャンネル登録していってください。お願いします。チャンネル登録年内2000人達成っていうのを目標に掲げておりますので、まだまだちょっと遠いですけども、まだでも半月あればなんとなるかっていう感じで、ぜひとも、よく見てるよ、たまに見てるよっていう方でね、まあまあ、ポチッと押してくれたら、特に別にそんなに何の害もありませんのでね、何の得もないかもしれんけど、何の害もないんで、できたらチャンネル登録ポン押しといてください。よろしくお願いいたします。ここまでせっかく見ていただいたわけですから、よかったら高評価ボタンをグッと押していただいて、次回もお会いしたいと思います。おかえりお疲れこんばんは、今日もまちこがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。